でもできちゃう。全部入ってるじゃないですか、今欲しい技術っていうの。入ってるかもしれへん。こんにちは、イヤホンヘッドホン専門店イーヤホンの浜ちゃんと、今日も自分にグッパンチ、イヤホンヘッドホン専門店イーヤホンピュアルスタッフの谷美久です。今日は何のご紹介でしょうか。今日はね、はい、見た目も可愛いし、まあ、能力もすごくあるし、いろんなシーンで使える、うん、谷さん好きそうな感じのイヤホン持ってきました。楽しみ。それがこちら JBL ライブフリー2、価格は 14,355 円、発売は4月の1日の予定です。ノイズキャンセリング搭載のワイヤレスイヤホンなんですが、早速パッケージ見てほしいと思います。それがこちら。こちらもうすでにちょっと可愛いよね。可愛い色がおります。いきなりもう本体を見ていきましょう。開封していきます。はい、こちら可愛い、この色うまいことできてますよね、これね、うん、まずはでもやっぱこの本体の見た目よね。うん、本体の見た目がすごくいい。カラーバリエーションはブラック、ブルー、シルバー、ローズの4色なんですが、ローズが台数限定。へえ、絶対みゆきちゃん好きやろうなこれ。めちゃめちゃ可愛いと思って、なんか春っぽいですよね、この色。今のネイルの色とすごい似てるよね。春ネイル、春イヤホン。そうそう、春ネイル、春イヤホンイヤホン本体 その表面なんですけど、うん、実はこの NCVM っていうですね、非電動性真空蒸着による透明感のあるメタリック仕上げなんです。何それって感じはある。ただのいいデザインじゃなかったんですね。そう、こだわりを持ってます。イヤホン本体開けてもらってすぐ分かることなんですが、こちらはイヤホンケースの蓋の裏側、はい、この部分ね、シリコン製なんですよ、うん、シリコン。これ蓋閉めた時に、うん、イヤホン本体をケースに確実に密着させて安定感のある収納と充電が可能だと。これはめたと思ってさ、充電されてなかったみたいな件ってあるやん。まあ、ね、案外ね、うん、でそれを防ぐために確実にも充電してくれるようにって気遣い。押し込めよって。そう。へえ。で開けた時にももう一つ気遣いがありまして、はい、このイヤホンを取り出す時のこの溝ですね。あ、確かに取りやすい。イヤホンが取り出しやすいように溝が仕込まれております。へえ。ここにも気遣いがありますね。こうね、すると落としちゃったりとかするからね。うん。付属品のご紹介です。充電用の USB Type C のケーブル付属しています。はい、JBL のね、USB のケーブルなんですけど、A の方がね、表でも裏でも両方ともさせるっていう工夫がされてます。気遣いだらけ。イヤーピースは SML、M サイズは本体についていますので、3サイズ付属しています。装着したり、視聴したりしていこうと思います。つけてみた感じこんなんです。かわいい。耳元ちょっとキラッとしてるよね。はい。メタリックいいですね、やっぱり、うんうん、このフィット感に関して先にちょっと言っておきたいことが、イヤピースの話です。はい、もうイヤピースおじさんみたいになっちゃうんやけどイヤピースね、これ楕円形です。イヤピースを外してもらうとイヤホンのノズルのところ溝が入ってるんですね。はい、入ってます。でイヤピースの軸のところここにも溝が入ってるんですね。ほんまや、確実にこの方向、この楕円形の角度でつけてくれっていうメッセージの表れですね。へえ、いいですね、こういうの。すごい。この楕円形のチップって、うん、なぜか異常に装着感がいいことが多いんですよ。装着感どうですか？すごく良くない？すごいいいし、こう、うん、結構筐体が大きいように見えるんですけど、装着感的には全然大きくないですし、私は耳小さい方なんですけど、なんか圧迫感もなく、こう落ちそうな心配もなく、結構軽い装着感ですね。こう思った以上にこの耳にスルッと入ってくる装着感、これは癖になりそうですね。うん、まあ、音楽聴いてみていかがでしたか？うん、JBL らしいっていうか、うん、イメージしてるような音だったなっていう印象で、低音も結構強めで、でもこう明瞭感のあるようなサウンドだなって思いました。前作のツアーとか、うん、クラブとか あれって結構そのキャラクターがビシッとしてるたじゃないですか、うんうんうん、ツアーに関してはなんかすごくそのハイエンド的なサウンドのイメージあったし、うん、クラブに関してはこう低音がバーンと出てる、うん、すごくその個性のあるサウンドでしたけど、うん、それと比較するとライブフリー2はすごくその定番色が強いというか、あ、はいはい、なんかこうフォーマル、その王道って感じがしたんですよね。いろんな人に受け入れられそうなその万能機的なサウンドのイメージ、うん、まあ、確かにその JBL らしくその低音の分厚いところとか、うん、まあ、それに伴って、まあ、中高音域もクリアに抜けてるっていう、そのバランスの良さっていうのもあったんですけど、こう全体的にその癖のなさ、はいはい、その辺がその JBL のそのトゥルーワイヤレスの中でも、うん、まあ、よりスタンダードな印象の強い定番機的なサウンドなのかなというふうに思いましたね。うん、JBL のこうスピーカーとかと似たような音だなっていうふうにもすごく感じましたね。うん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 、
はい、ノイズキャンセリングと、外音トミコ両方を、搭載してるんですけど、はい、ノイズキャンセリングについてです。かなり強くない、うん、強い、しっかり聞いてますね。で今回のノイズキャンセリングなんですけど、うん、まあ、上位機種にも搭載されてるような技術が、使われています。リアルタイム補正機能っていうのがついてるんですね、うん、1秒間にこう何万回っていうスピードで、リアルタイムに、ね、解析されてるんですけど、これを使うことによって超強力なノイズキャンセリング、そのおそらくその JBL 史上最広報と言ってもいいぐらいのノイズキャンセリングを感じる一品でございます。でなおかつですね、このさっきのその楕円形ですね、楕円形のイヤピース、これデュアルオーバルシェーブデザインっていう風な言い方言われてまして、楕円形のチップを使うことで遮音性が高まっていると。ノイズキャンセリングとこの楕円形のチップ、この2つを合わせ持つことで、まあ、最上位クラスの静寂が得れると。この価格帯でここまで最上位クラス の, この静寂を用意できるということで、かなり快適に音楽や、動画のコンテンツを楽しむことができるというのが特徴ですね。でさらにですね、専用アプリケーション JBL ヘッドホンズのアプリを使用することで機能のオンオフが可能です。ノイズキャンセリングのレベルはですね、アプリケーションによって自分で操作するノイズキャンセリング、これは7段階で変化することになります。珍しいよね。結構でもこのノイキャン強いんで、しっかりしたい時は強くできるし、あんましんどいなっていうと結構弱くできるからいいですね。あんまりその気にしないよっていう方はですね、自動のモードのアダプティブノイズキャンセリングにすれば OK です。外音の取り込みもですね、はい、7段階で調節することができます。これはアンビエントアウェアというところで操作することができます。でこのマイクなんですけど、片側に3つずつ合計6つのマイクっていうのを搭載しています。外音の取り込みと、トークする機能っていうのを装備しているので、トークするというのはその自分の声が聞きやすいとか、相手の声を聞き取りやすいとか、うん、まあ、そういう風にする外音取り込みのモードですね。今もだってそうでしたもんね。アンビエントなんで、実は我々のイヤホンをつけたままで喋れるという風にですね、はい、全然喋れます。これ普通にやりやすいよね。やりやすい。外音取り込みには2つのパターンがあります。アンビエントアウェアとトークする、この2つです。アンビエントアウェアは、ここでですね、アプリで、取り込み具合っていうのを手動で調節できて、トークするは、アプリケーション上で切り替えることができます。このアンビエントアウェアとトークするの違いなんですが、アンビエントアウェアはひとまずこの空間全部、この環境全部をこう平等に入れていくようなイメージですね。平等に取り込むようなイメージなんですけど、トークスルーは声の部分をうまいこと拾っていこうと。で自分の声とかも分かりやすいし、会話がしやすいような状況を持ってきてくれるっていう風なアプリケーションです。ちょっとジャニーさん喋ってみてもらっていいですか。はい、浜田さん聞こえてますでしょうか。はい、全然余裕で聞こえます。じゃ試しにノイズキャンセリングをしてみようと思います。ちょっと話してみてください。はい、浜田さん、あ、だいぶ遠いですね。聞こえてますか。はい、なので、まあ、環境に合わせてノイズキャンセリングを使うのか、アンビエントアウェアを使うのか、トークスローを使うのか、環境の外音を、コントロールして使っていきましょう。このモデルからですね、初搭載となるボイスアウェア機能っていうのがあります。このボイスアウェア機能って何なのよってことなんですけど、いわゆる即音ってやつですね。即音、イヤホンに戻されるマイク入力の音を制御する、通話している時に自分の声と周囲の音の量っていうのを選択できると。つまり即音がないと自分の声がどんくらいの音量かわからへんから、うん、電話してる時にすごい大声になっちゃうっていう、あるある、そうそうそう、めちゃめちゃある、あの現象っていうのを避けることができる、うん、便利。ボイスアウェアの機能、低中高とですね、3段階から選ぶことができますので、通話をした時の自分の声、即音とかって言われるものなんですけど、ボイスアウェアを、調節することができます。スタッフに電話をかけてみようと思います。はい、もしもし、ちょっと、JBL ライブフリー 2TWS の実験をしてます。ちょっと待ってくださいね。ははは、は、自分の、返ってくる声、ボイスアウェアですね、これを低中高と選ぶことができます。なんとなしにやっぱりこう自分の声変えてる方が喋りやすいですね。高いボイスが高が一番、まあ普通の喋ってる感覚と近いんじゃないかなというふうに思いました。
本体の機能としてもかなり優秀なんですけど、ポイントとしてはやっぱりこの無料のアプリケーション、これはすごいね、いろいろできますよね、うん、優秀。ノイズキャンセリングはリアルタイム補正っていうのをオフにして、まあ、ノイズキャンセリングレベルっていうのを7段階で調整することができる、まあ、ユーザーの任意で調整することができるっていうのもこのアプリケーションからできます。ノイズキャンセリングの効果をユーザーに合わせて最適化する外自動テストっていうのがあります。装着している時のその外自動の形状っていうのをスキャンして、音の漏れ具合とか、まあ、自分の耳にそのイヤーチップがちゃんと合ってるのかとかのチェックが行って、そのデータを制作すると。でそれをすることによってユーザー一人一人にやったノイズキャンセリング効果っていうのを最適化することができる。まあ、なんで外出てるかと言いますと、あの騒がしい環境じゃないと、あの外自動のノイズをチェックする、外自動テストっていうのがですね使えないんですね。なのでちょっと騒がしいところまで来ていました。実際に外自動のチェックというのをしていこうと思います。外自動のテストというのはですね、ノイズキャンセリングのカスタマイズというところから出すんですけど、ノイズキャンセリング の、その耳の形に合わせて適正にすることで、より、適切に強力につけていこうというものですね。やっていこうと思います。うわ、わすごい、適切っていうか、さっきまでもノイズキャンセリングのレベル結構高かったんですけど、ここってだいたい60何デシベルの、騒音下にあるんですけど、それに合わせて今カスタマイズされました。めちゃくちゃ強力で、今ってアダプティブノイズキャンセリングっていうあの機能が働いてて、周囲の音っていうのを計測しながら自動でノイズキャンセリングのレベルを合わせていくというものになっているんですね。なのであのかなり強力なノイキャンが、効いてます。今風とか吹いてるんで、多分ね iPhone とかのマイクの音だと、まあ、風とか騒音とか入ってると思うんですけど、もう僕はもう無菌室のような状態ですね。もう図書館の中にいるような、僕だけスタジオにいるような感じの静寂の中にいます。これが無料のアプリケーションでって、何やったら一昔前やったらもうこの機能だけでね、うん、話題にしていくようなものですけど、外音取り込みのレベルっていうのを7万回で変化できるし、環境に合わせてボイスアウェア機能、自分のイヤホンの速音ですね、通話の時の自分の声のフィードバックみたいなもののレベルも選べると。で今こんだけの話しましたけど、実はそれ以外にもあれやこれやと、はい、エコライジング機能も強い、はい、定番的なサウンドだっていう話をしてましたけど、うん、かなり変わります。グイグイって呼んだことができる。すごい、さすが JBL って感じ、うんうん、なのでその難色もまた音楽をそのアプリケーションをいじればいじるほどどんどん楽しめる仕様になってるんですよ、うんうん、でスマートオーディオモードなんですけど、音がいいよっていうオーディオモードも選べるし、ビデオモードって言ってその遅延の少ないようなモードっていうのもアプリケーションで選べる。すごい、何でもできちゃう。全部入ってるんじゃないですか、今欲しい技術っていうの。入ってるかもしれへん。すごい。でバッテリーの節約みたいなものもモードで選べる。そんなんまである。触ってみたくなってきたでしょ。えこれマジでこれ一つで全部多分やりたいことできますよね。そうなのよ、全部揃ってるかもしれへん。それではスペックについての紹介です。マルチポイントに、対応しています。まあ、2台のデバイスに接続可能なマルチポイントなんで、例えばプライベートの電話と仕事の電話と両方つないでおいて、プライベートの電話で何か音楽を楽しんでるときに、仕事の電話でかかってきた電話に対してこう同じ JBL ライブフリーで応答できると。 JBL のトゥルーワイヤレスでは初めてなんじゃないかな。あ、そうなんですね。ヘッドホンでは結構あったんですけど、うん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 、これ欲しかったよねと。地味に便利ですからね。そうなの、うん、これ1回使い出すとね、やっぱねやっちゃうですね、うん、2台待ちをね。そして Bluetooth のバージョンが 5.2 なんですけども、ここポイントなのがですね、 LE オーディオに対応予定です、うん、新しくね LE オーディオっていうものがこの出る予定なんですよ、うん、でまだそのデバイス的にないんで、うん、この将来的にソフトウェアアップデートした時にすぐ対応できるように準備がありますよと、すごい先を見据えてる。そうです、準備されてますよというわけなんですよ。防水性能は IPX の5まであります。連続使用時間は結構長いですね。イヤホン本体 ANC オフ時で7時間、 ANC オン時で約6時間でございます。急速充電に対応しています。イヤホン片側でも使うことができます。
はい、まとめです。いかがでしたか？もう私2タメがやっぱ可愛いなという、この2タメだけでもテンション上がるんですけど、デザインもそうですし中身もそうですし、欲しいやろって思ってるところを全部こうまとめてきたよっていう嬉しい。まとめてきましたね。はい、まずデザインでめちゃくちゃ可愛いっていうので、もそれだけでも結構ね、うん、買っちゃう価値ありかなって思ってたんですけど、うん、え、それもできんの？え、そう、これもできんの？え、そう、びっくりして、もめちゃめちゃ私のこう好感度がすごく上がった。いや、めっちゃ欲しいってなりました。すごいよね、価格1万4000いくらっていう状態で、うん、そうなんですよね、ほぼ全部の機能があって、そのほぼ全部の機能のレベルも高い、うん、え、そう、とりあえずノイキャンつけました、ガイオントリコもつけましたのレベルじゃないし、バチバチつけてますよね。そうで、アプリでも調節が可能で、音もねいいですしっていうところで、なんかあんま日のうちのどころがないような感じだなって思いますけどね、うん、とてもね、うん、安定してますね。あの、うん、サウンド的にも安定してますし、うん、基本性能が充実してるんですよね、ほんまに。でその充実した基本性能があるがゆえに、カスタマイズ機能で一人一人にその最適化するような、うん、すごいわ AS4 やなと感じました。はい、気になったお客様はぜひ、いいイヤホン各店でご視聴ください。動画のご視聴ありがとうございます。よろしければいいね、チャンネル登録よろしくお願いします。本日のご紹介はいいイヤホンの浜ちゃんと谷美久でした。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。ごきげんよう。